まあこれでちょっとイメージして材料段取りします。来年用の薪、まあ、ちょっと細いですけどね、こちらの方も来年用。今日はですね、この長い薪、これをね、片付けないといけませんので、玉切り台ね、玉切り台の方をね、製作をこしらえてみたいと思います。予定としましてはですね、だいたい ちょっとね分かりにくいですけど、こんな感じ、それでここにこう木をねこう入れて、これでですね押さえつけて、これとこれで押さえつけて、でこっちこうスパ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 という感じでカットしていく、そういうイメージです。
とりあえずこんな感じで概ね完了です。ちょっとこれがね押さえ上にねジャッキアップして押さえます。それで、あてやばい、これはねちょっとクランプとかでねとりあえずちょっとあのまだ試運転段階なんで、クランプで挟みます。こんな感じで、で例えばここに木をこう挟んでこう押さえつけるわけですよ。これで押さえつけるわけですよ。こんな感じで、でこう伸びてここでシュッと切るとポッポッポッという感じで、ちょっと一回ねこれまたペンキ仕上げする前にちょっと試運転します。ちょっと こちらの木でやってみましょう。こんな感じでいいんかな。でカットカット、こんな感じやな。さてうまいこといくかな。なんかこんな感じでございます。玉切り台完成。